自分の恋抱くイグアス伯爵夫人、1852年、ゴロ・マリア・イザベルでアルカンタラ・ボルボンは、低世紀ブラジルの女性。ブラジル皇帝ペドロ一世とその目掛け、サントス公爵夫人の間に生まれた4番目にして、最後の被着室子。結婚に伴い、イグアス伯爵夫人となった。父ミカドが百二十九年のロイ・ヒテンベルク、公アメリアとの再婚に際し、母を、 宮廷から追放した後で誕生した。1827年に誕生したが、生後2ヶ月で亡くなった自死、セアラ公爵夫人、マリアイザベルと同じ洗礼名を与えられた。ペドロ一世は認知こそしたものの、マリアイザベルには、彼女の同母刑子に与えたような爵位、栄典を授けることはせず、1834年の死去時の遺言でも彼女に財産分与をしなかった。 同じ遺言の中で、ペドロ・一世は、マリア・ヒサベルについて、彼女の長子ゴイアス公爵夫人と同じように欧州に呼び寄せ、より質の高い教育を受けさせる、養成費アメリア皇后に頼んでいた。しかし、母サントス公爵夫人は、選定の意思に従うことを拒否し、末娘を欧州に送り出そうとはしなかった。18歳の時、ブラジル貴族のイグアス伯爵、 ペドロ・カルデーラ・ブラントの5歳となる縁談があり、二人は1848年9月2日、リオデジャネイロで結婚。間に7人の子が生まれた。夫は、ペドロ一世の重心バルバセナ公爵の息子であった。66歳で死去し、サンパウロ市街のコンソラ山墓地に葬られた。ありがとうございます。